横須賀市長の上地克明です。皆様のご協力のおかげで新型コロナウイルスの新規感染者数の増加は止まりつつあります。しかし予断は許さない状況であり、医療の逼迫も続いており、医療関係者の皆さんは懸命の努力をしております。どうか皆様にお願いです。ここで決して気を緩めずに、特にご家庭内での感染対策を引き続きよろしくお願いいたします。The rise of COVID-19 cases is slowing down. However, the medical system